がとうございます。あ、すいません。ですね、コメント、チャットの中でですね、当院の加入はいくらなの、はい、年間4000円、2000円、詳しく教えてくださいとチャットでコメントがあったそうですが、はい、いかがでしょうか。当院は基本4000円です。4000円。A さんが1人で入る4000円、B さんが1人入る4000円。うん、ただ、その場合、世帯が違うってことで、で、A さんの奥さんが、あと子供さんが2人いる、まあ、合計4人ということであれば、4000×4000円ではなく、うん、A さんの4000円と家族当院というのが1人2000円なんで、2000円、2000円、2000円で、本来であれば、4×1 万、6000円かかるところ、家族当院であれば1万円で、4人加入していただけるという、そういう制度になってます。概要欄になんかね、私の当院申し込みはこちらっていうふうに、はい、URL を貼っていただいておりますので、はい、そちらにお申し込みをいただければ はい、ありがたいと思っております。はい、はい、皆さんぜひ概要欄からですね、長尾さんを通してですね、当院になっていただけたらと思います。ちょっとめっちゃこれも分かってない質問なんですけど、はい、これ当院になったらどんなことがあるんですか。メリットっていうか、どんな何ですかね、ことが起きるんですか。定期的に住民主っていう広報宣伝誌が送られていきますし、はい、まあ普通は3年に一度の、まあ、総裁選挙、まあ、これに投票用紙があるということ、まあ、もちろんそれぞれの支部での党大会に出席をしたり、あるいは議決権を行使したりすることができますので、まあ、自民党の党員として自民党内部からお支えをいただいたり、あるいは厳しい声をいただいたり、そんな形でね、ぜひ党員として一緒に政治に関わっていただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。本当になんかこうリアルに長尾さんと仲間になれるっていうイメージでいいんですかね、党員になれば。そうですね、はい、よろしくお願いします。全国どこの方でも長尾隆事務所で党員になって、うん、いただけますんで、はいはい、まあ、こういうネットの世界なんでね、党員の皆さん向けのなんかちょっとそういうバーチャル集会なんていうのもやっても面白いかななんてことを考えております。いいですね、はい、面白そうですね、はい、それ、はあ、全ては選挙が終わってからとそうですね、そうかそうか。それ逆に党員を辞めることもできるんですか、すぐ。あ、できますよ、はい。なるほど、うん、じゃあもう安心して一回入ってみて長尾さんと仲間になって、もうあかんわ思ったらやめてもらってもいいしって感じですか。はい、いやでもね、なんかチャットにはい、カンナさん、中尾さんのところで党員になりました、ありがとうございますとかね、はい、もうありがとうございます、高雪金谷さん、長尾事務所で党員申し込みしましたと、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、もう少し5分前までいきましょうか、できるだけ。ではですね、これも長尾さんに聞いてほしい、まあ、これ5分で喋れるか、はい、長尾さんのマニフェストを教えてくださいって言ってる人がいたんですけども、マニフェスト。あ、マニフェスト、はい、懐かしい言葉ですね懐かしいこと民主党政権の時にマニフェストってはいはいはい、もはや死後かなと思っていましたけど、はい、まあ今ね、いろいろ揉んでおります。うん、だやっぱり私は社会保障と外交安全保障、あとは経済安全保障、この3つの柱でずっとやってきました。まあ、国政においてはもうこの3本柱になると思いますし、はい、地元選出の衆議院議員ですから、はい、八尾なら八尾、柏原、藤井寺、羽曳の柏原氏にそれぞれの課題があります。はい、国がここは予算措置をしっかりしなきゃいけない、まあ主には公共事業であったり道路であったり、治水であったり農業の問題であったり、そこはもう地域地域事情のことは地方議員の市議会の先生方、府議会の先生方と、今これを得出しにね、やりたいよねっていうようなことをちょうど揉んでいますんで、まあもうぼちぼち皆さんにお示しさせていただけると思いますので、これも楽しみに待ちいただければと思います。
はい、ありがとうございます。ではそれを改めてまた聞かせていただきたいと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではこれもまた聞いてほしいという声が上がってたんですが、はい、高市さんとの出会いはっていうようなこと聞いてっていうような声も上がっておりましたね。出会い、あのね、実はね、はい、高市先生が落選中、ほう、文化人放送局にも出演された久野純君、はあはあはあ、先日ね、久野純、はい、うん、久野純がですね、確か大阪市内で学生を集めて、なんか勉強会の二次会かなんかがあって、うん、そこに私もまだ議員になる前、当時民主党で、で高市早苗さんがちょうど落選中 で、うん、でその時にその宴席で、初めてお会いしたのが最初ですね。その時の印象ってどうでしたか？ああ、高市早苗だっつって。なんか有名人を見るような。で高市先生はね、はい、それを多分、まあ、確認はしてないんですけど、まあ覚えてらっしゃらないと思います。うーん、主催した久野純もね、俺高市先生に会ったのは久野純が主催した二次会なんだよって言ったら、久野純がそれを覚えてなくてね。おいや、君が確か高市早苗さんを呼んだんだよと。なんか玄関で靴脱いで畳歩いて、畳の上で高市さんが学生 2,30 人の前で話をしてる光景がね、今でも頭に焼き付いてますもん。ああ、18年か19年ぐらい前だと思う。そんな前だったんですね。はい、はあ、なるほど。なんかコメント欄で久野純さんがロン毛の時だったんですかって。あ、まだそこそこあったよね。久野純はね、彼が京都大学の大学院に入ったか、あれはまだ慶応の学生だった時お会いしてるんですよね。黒いワイシャツにね、はい、紫色のネクタイでロン毛で後ろをこう束ねている、なんかやたら早口の動きのいい学生っぽいなんか変わったやつがいるなと思ったら、それが久野純だった。すごいな、変わってますね。あ、だお付き合い長いですよ、だから久野純とは。へー、ね、いや、もうもはや大先生になられて。そうですね。はあ、いや、またいろいろいろんな方との出会い、出会い系のストーリーをちょっといろいろまた伺わせてもらいたいと思います。あ、はい、ら久野純さんって武田恒康さんの、そうです、武田さんの、靖国放散会のね、青年部の久野純さんです、はい。よく百田尚樹さんとか有本香織さんと虎ノ門ニュースに出てる、日本国旗の監修かなんかも久野純が書いたのかな。有本さんにね、よく久野純選んでくれた、ありがとうって、長尾さん久野純知ってんのって言うから、いや知ってるもないのね、久野純がもう学生の頃からもう知ってるよっつって。やっぱつながりますよね、そういうご縁っていうのはね。そうですね、ありがたい。はあ、20年経ってこうやって応援するような中、ね、高市さんともなるっていうのもなんかすごいご縁だなっていうふうに思いましたね。そうそう、お互い、消えずに頑張ってきたってことですね。いやー、素晴らしい。いや、ほんとなんかもうもっと聞きたいことはあるんですけど、もう残り3分になってしまいました。あ、はい、はいはい、というわけで例のですね、皆さんにぜひ見ていただきたいすごい動画を長尾さんが、はい、来てくださいましたので、スタッフさんお願いいたします。これ喋りながら聞いてもいいんだよね。さあ、これ皆さん何だと思います？最初、何でしょうこれ、これは飛行機の機体が分解されているところです。いわゆるこの中ですね、
これ3つに手前に左右側にエンジンがあって主翼と尾翼があって、これはなんとこれはコックピットですね。お景色を見て特攻隊突っ込んだんですよ。うーん、これは私の地元の八尾空港で、これはスローモーションですけど、もうお分かりいただけると思いますけど、世界に実際に飛べるゼロ戦が4機おで、そのうちの1機を私のニュージーランドの知り合いが保有しておりまして、八尾空港でゼロ戦を飛ばしてみた。うわーすごい。このエンジンもいいでしょ。いいですね、重厚な感じ。で次はですね、これは日本で撮ってないんですけれど、およく見ててください。ほら、うわすげえ。これは柳田さんって、これは本当 の、 写真ですから。あーすごい、コメント盛り上がり、後帰りプロジェクトと。はあ、これはテンション上がるやつですね。私 の、 和歌山県の知人がこのゼロ戦後帰りプロジェクトというのを企画して、まあ八尾空港からもここで整備されたゼロ戦が金谷とか知覧の方に行ってですね、うん、若き特攻隊の英霊たちが沖縄などで特攻隊で命を落としたと、うん、でそのゼロ戦にね、まあ、なんとか八尾に里帰りしてもらいたいっていうプロジェクト で、うん、でまあ、私が企画したわけじゃないんですけども、その企画に載せていただいて、うん、でこの時は八尾だけじゃなくて松本行ったり屋久島行ったり、東京のエアショーですね、レッドブルがやった、あの時の休憩時間中に幕張の上空を飛んでもらったり、ただこれ操縦される方柳田さんっていう方なんですけど、これ2017年の映像なんですが、当時も65歳6歳でいらっしゃったんで、今 F1 のね、F1 じゃないや、ゼロ戦のパイロット、機体は永遠ですけれど、まあ、人間の体ってのはいつか、うん、死にゆくわけですけど、次のね、はい、パイロットの育成なんかもしなきゃいけない。うーん、まあなんてことをね話すとね、あと5時間ぐらいかかりますので終わりたい。つまりは八尾空港でゼロ戦を飛ばしましたよと。うーん、すごい、私でございます。いやすごいすごい。なんかやっぱり ね、この機体で特攻隊に行かれてたっていうことを考えると、なんか、日本人としてこうね、感慨深いというか、感慨深いじゃないです、なんて言ったらいいんですかね、深い。いやもうね、僕は素直に白状すると、はい、コックピットに座った時に、はい、この景色を見て人生を終わるのは僕は本当に嫌だと思いましたね。それでも、自ら志願して、家族を守るため、日本を守るためにね、特攻に行った人たちの気持ちを思いを馳せてね、今の日本を本当に英霊たちはどう思ってくれてるんだろうかなんていうことをね、やっぱこの、ゼロ戦とは何ぞやということを、考えたときに、全ての日本人、いやもう全てのね、世界中の人がね、もちろん戦争はいけないねっていうことも考えるでしょうし、はい、先人たちの思いを受けてこれからを考える人もいるでしょうし、うん、まあ、そんなね一つのきっかけになればなということで、またこの里帰りプロジェクトは機会があればやりたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。今長尾さんも失礼しました今長尾さんもおっしゃいましたけど、そのやっぱり靖国にいる、ね、先人の皆さんが今日本のことをどう思ってるのかっていうふうに問われると、
なんかこうすごく心がこう震えたりすることがありまして、そうですね、こう恥じることのないように顔向けできるようにしっかりとさせていただきたいなって思います。本当そうしたいですね、はい、はい、ありがとうございます。なんかもう このゼロ戦に関してもまた機会があればですね、いろいろ伺えたらと思っております。はい、はい、ありがとうございます。では最後にですね、長尾さんを応援するには私たちはどうしたらいいでしょうか。お願いいたします。はい、もうこの YouTube チャンネルを拡散してください。また私の YouTube チャンネルも拡散してください。そしてそろそろ選挙が始まります。私の、まあ、SNS 等々でボランティアの皆さん募集しております。私の選挙区にお住まいでない方々もたくさんご協力をいただけることは多々ございますので、なんとかお声掛けをいただいて、この事務所にですね、コロナ対策もバッチリとやっておりますので、足を運んでいただくところから始めていただければありがたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。ご英霊に顔向けできるような日本にしてくださるのが長尾さんだと私はすごく思っております。文化人放送局が応援している永田隆議員はどうしても日本の未来に必要な保守政治家です。この国を守るため大阪14区の八尾市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市の皆さん応援お願いします。開票直後に長尾頭角を出して日本の保守勢力の気合と団結力を見せつけましょうというわけで、今後もですね長尾さんにいろいろライブで伺っていきたいと思いますので皆さん応援の方どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではこれで今日は終わらせていただきます。ありがとうございました。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございます。